ございます。今日はドンキホーテインホノルルに行きたいと思います。行きは歩きで、帰りはバスに乗って帰ってきたいと思います。ホーテの中をお見せできたらなって思います。それではレッツゴー。ドン・キホーテ到着しました。イエーイ。ドン・キホーテって書いてます、ここに。では早速中に入っていきたいと思います。やたらとでかいカートです。これを持っていきます。こういうのとかね、昔よく買いました。お土産コーナーを越えたらドラッグストアみたいなのがありました。商品が売っていたり、まあそのサプリメントコーナーがあったり、まあ、日本とあまり変わらない。で、奥の方にはね、トイレットペーパーとかも売ってます。で、海外、グアムとかハワイとか来ると絶対に買う、これ。これ髪の毛を縛るゴムなんですけど、毎回買って帰ります、家族で来た時は。ドン・キホーテはですね、セール品はすごく他のお店よりも安いんですけど、セルフ以外は他のお店と変わらないので、ドン・キホーテセールっていう普段のやつがですね、これ見えますかね。ドン・キホーテのデイリーのディールです。いつもの値段ですよって書いてあるのがこれなんですけど、これ、ドン・キホーテスペシャルって書いてあるのがセール品になるので、こう書いてあるやつはいつものデイリーの値段よりも安くなってます。ので、こういう黄色い札がついてあるやつは買いって感じですね。チョコレートとかお土産コーナーを埋めた後は、衣類ですね。家電製品のゾーンに入りまして、で、奥には、食料品が売っています。こういう量りが置いてあるので、はかりに果物を乗せて何ポンドか見ます。日本の梅干しだったり、ひじきに、納豆はちょっと高い、2ドル29セント豆腐も売ってます。豆腐も2ドル29セントします。もうこっち側はもうザ・スーパーって感じですね。日本のお菓子もたくさん売られています。品ぞれが悪すぎるけど。ただじゃがりこが2ドル79セント、日本の3倍以上します。ABC ストアだとこの量で9ドル77セントぐらいなので4ドルぐらいお得です。お米も売られています。コシヒカリも売られています。コシヒカリは28ドル99セントです。知り合いが言ってました、一番搾りが激安ってドン・キホーテ。これ6個で、缶が6個で6ドル29セントだから、一番搾りって日本で買うよりも半分ぐらいの価格で買えるんじゃないです。ドン・キホーテに来てみて分かったことは、もうすごく安いか全部安いかって言われるとそうではなくって、ホーテの良さはやっぱり品揃えの多さですね。すごく広い店内でお土産もありますし、野菜とか果物もあるし、生鮮食品、シーフードとかお肉もありますし、飲み物もたくさん売ってますので、何か買いたいものがある人は来る
といい場所っていう感じですね。なんか日本にいるみたい。結局ですね、さっき言ってたサラダとケーキを買ってしまいました。ちょっと今からベンチで食べてからターゲットところに行ってきます。ターゲットってとこに来ました。カートが上がっていく、こういう仕組みみたいです。帰ってきました。なんかあのアラモアナセンターに行ったら、なんか髪の毛をストレートにされました。あのテスターみたいな感じでやってほしいって言われてやりました。でですね、ターゲットっていうお店に行って、この面白いジュースを買ってきました。なんかパラグラネイトブルーベリーっていう、なんかよくわかんない味なんですけど、スパークリングって書いてある炭酸水なのかな。なのでちょっとこれを飲んで、今日はこれを飲んでみたいと思います。もし日本のドンキホーテと違って面白かったっていう方は、ぜひいいねを押していただけたら嬉しいです。ではまた、バイバイ。